奈良飛び仏教の宗派を知ると題しまして、日本仏教の13宗派を歴史で解説しております。後編は浄土宗や臨済宗、日蓮宗などの鎌倉新仏教を中心に鎌倉時代以降の変遷を見ていきます。皆さんこんにちは、奈良とびっきり観光ガイド香山隆盛です。前編では奈良仏教から平安時代の天台宗、真言宗までを解説させていただきました。鎌倉時代以降はいよいよ国産仏教が次々と誕生していきます。平安期まではいわば中国で成立した宗派を現地で学んでそれを取り入れていました。ここからはその取り入れられた仏教が様々に変容していきます。鎌倉新仏教はほぼこの天台宗からの分派となりまして、その宗祖はみんな元は天台宗の僧侶であったことが特徴です。まず鎌倉時代に入りますと浄土教系の宗派が起こります。ここで一つお断りです。便宜上後編でお話しさせていただくことになりますけれども、実は平安後期に日本で6番目に古い宗派の融通念仏宗が成立しています。その後に浄土教系宗派として浄土宗、浄土真宗、自宗が、禅宗系宗派として臨済宗、曹洞宗、そして日蓮系として日蓮宗が成立しています。それぞれの大きな特徴としては、浄土教系が念仏に重きを置いていること、禅宗系はその名の通り禅を大切にしています。日蓮宗は題目を重視していることが挙げられます。まずこの浄土教ですけれども、極楽浄土に往生することを説く思想となっています。この極楽浄土には阿弥陀仏が住んでいまして、念仏を唱えることによってこの阿弥陀さんに極楽浄土へ導いてもらいましょうというのが主たる教えです。この念仏が南無阿弥陀仏です。南無は帰依するという意味です。帰依するというのは仏教用語で、信じてすがる、よりどころにするといったような意味ですので、阿弥陀さんを信じておすがりしますということになります。この念仏にはこういった意味があります。自力で悟るのではなく、他力、阿弥陀仏の本願に頼るということです。本願とは本来の願いです。これは旧来の仏教では何かしらの修行を自力で行っていましたけれども、本当に力を持っているのは阿弥陀仏なので、自己で修行をしなくてもその本願に頼りなさいということです。他力本願という言葉はここに起源があります。当時の一般大衆というのは勉強もできなければ修行も不可能ですよね。とても分かりやすくとっつきやすいですので、浄土教が広く民衆に支持されたゆえんがここにあります。では融通念仏宗から見ていきましょう。この宗派の宗祖は良人という僧侶になります。もちろん天台宗出身となるわけですけれども、この良人は天台宗廟の名人だったと言われています。天台宗廟とは天台宗において経典に旋律をつけた歌のようなものになります。良人は京都の大原に大豪院を建立して、この天台宗廟の根本道場とします。そしてこの大豪院は天台宗のお寺として今に至っています。この融通念仏宗は元は拠点を持たずに僧侶が各地を歩きながら布教をしていたそうです。そしてこの融通ですけれども、すべてのものに溶け合って隔たりなく相通じるという意味です。一人が唱えた念仏が他の人の念仏と溶け合って大きな功徳になる、そして
その功徳が自分に返ってきて、その結果極楽浄土へ往生できると説いたんですね。ワン・フォー・オール・オール・フォア・ワンに似たような考え方でしょうか。また鎌倉時代以降の新宗派が排他的であるのに対して、融通念仏宗は他宗派とも神道とも比較的融和的である印象を受けます。総本山は大阪市平野区の大念仏寺となっています。ここからが鎌倉新仏教となりますけれども、この時代の二大宗祖といえばこの二人、法然と親鸞です。もちろん二人とも天台宗出身の僧なんですけれども、この二人は師弟関係にあります。この法然が起こしたのが浄土宗、親鸞が浄土真宗を起こすわけですけれども、親鸞自身はあくまでも法然の弟子であって、一生涯法然の後継者であるとしていたために、新たな宗派を開いてその宗祖になるつもりはなかったんですね。ですので当時の浄土宗と浄土真宗の教義の根本には大きな違いはありません。ではまず法然ですが、比叡山で修行をしますけれども、口では戒律をたっ飛びながら乱れた生活をしていた当時の天台宗の僧侶たちを厳しく批判をしまして、天台宗を去るわけです。そして浄土宗を起こすんですけれども、平安仏教と鎌倉仏教の大きな違いは、当時の仏教の教義は非常に難解だったんですね。それなりの教育を受けて修行をしないと真理に到達できないものだったんですね。それをできるだけ民衆に分かりやすく簡素にしたということです。浄土教系としましては、先に融通念仏宗が成立していますけれども、まだまだ総合仏教である天台宗の色合いが残っています。法然はさらに簡素化をして専修念仏という教えを説きます。これは言葉の通り念仏だけという意味です。厳しい修行をしなくても教育を受けなくてもいいですよということですね。法然は念仏以外の行為は阿弥陀さんの本願を阻むものとして完全に退けました。そして浄土宗のもう一つの大きな特徴は、女人禁制だとしていた既存の仏教を批判して、説法の機会を広く女性にも開放します。このことが弟子の親鸞にも大きく影響します。総本山は京都の知恩院です。次に親鸞は比叡山で20年間に及ぶ修行を積みますけれども、やはり彼も比叡山の大敗に絶望して法然のもとに行くことになります。法然に仕えて5年で専修念仏が既存宗派からの弾圧を受けるんですね。法然も親鸞も流罪となって京都を追放されます。ここから2人は一生離れ離れとなります。親鸞自身の一番の特徴は再会したということです。それまでの仏教ではもちろん婚姻は禁じられていましたので、これはその後の僧侶の生活に大きな影響を及ぼします。長生きだった法然は晩年に京都に戻って浄土真宗を起こします。親鸞は法然の他力本願の教えをより深く追求して絶対他力を説きます。浄土宗との違いを強いて言うならばここなんですね。法然はとにかく念仏を何度も何度も一生懸命唱えなさいという教えでした。その部分を親鸞は阿弥陀仏の本願さえ信じればただ一回の念仏でも救われると説いたんですね。本山は本願寺が分裂していますので、東本願寺と西本願寺となっています。浄土教系の最後は実宗となりますけれども、
この時の衆と表する名の由来は、決まった時間に念仏を唱える衆、その僧侶たちを指す言葉で、時衆が元になっています。衆祖は一辺ですけれども、この一辺という名、辺にはあまねくという読み方がありますので、由来には奥深いものがあるかとは思いますけれども、一辺というのは一回、一度という意味ですので、一回の念仏を重視したと考えると覚えやすいですよね。鎌倉新仏教の宗祖は例外なく天台宗出身の僧なんですけれども、この一辺は先の二人から見ますとかなり後世の人物です。比叡山で10歳から3年間ほど修行した後は、法然の孫弟子にあたる浄土宗の正達の弟子となっています。ですので、法然や親鸞、そして後で解説します日蓮などが天台宗批判で新宗派を開いたのとは少し色合いが違いまして、天台宗からの分派というよりかは浄土宗からの流れと言った方がいいかもしれません。晩年の一辺はこの時衆と呼ばれる弟子たちを引き連れて東北から九州までを歩いて布教します。それを仏教用語で遊行と言います。この遊行をした僧侶としては空海もそうですし、奈良時代大仏造立に尽力した行基が有名です。時衆の特徴ですが、浄土宗や浄土真宗では念仏を唱えるのはもちろんのこと、阿弥陀如来の本願を信じることが大元の思想となっていましたよね。それらを時衆では南無阿弥陀仏の念仏自体に大きな力があるので、あえて阿弥陀さんの信心をしなくても、ただひたすら念仏を唱えるだけでいいとしたんですね。さらなる簡素化です。そして弟子たちを引き連れて遊行を続ける中で、いかにして一般大衆へ念仏を広めるかと考え出されたのが踊り念仏です。踊り念仏の起源は空也という僧侶ですけれども、この空也を尊敬してやまない一辺は、この踊り念仏をより効果的に活用して広く一般大衆からの支持を得ることになります。現在行われている盆踊りの起源はこの時衆の踊り念仏であるとも言われています。総本山は神奈川県藤沢市にあります。布教方法がそのままの名称の遊行寺となっています。次に禅ですけれども、これは古くからインドにある修行法の一つで、お釈迦さんが禅を組んで瞑想をしている姿はよく目にしますよね。しかしながら禅宗自体の成立はインドではなく中国になります。開祖は日本で知らない人はいないあのダルマ大師です。壁に向かって9年間ひたすら禅を組んでいたために手足が腐って取れてしまったというお話は誰もが知る伝説です。宋の時代、五家七宗と呼ばれる7つの宗派に分かれまして、そのうちの2つの臨済宗と曹洞宗が日本へ伝わります。その2大宗祖が栄西と道元です。栄西は要西とも呼ばれます。栄西はこの方ももちろん天台宗の僧侶です。宋にわたって臨済禅を学びますけれども、栄西自身は新宗派を開くのが目的ではなく、荒廃していた天台宗に禅を取り入れて僧侶の精神の立て直しをしたかっただけなんですね。帰国後に禅による天台宗の復興を唱えるんですけれども、比叡山からは異端として迫害を受けまして、さらには朝廷は禅宗を禁止します。そうした中で幕府に招かれて京都を離れて鎌倉入りを果たします。京都の公家文化に対抗意識を持つ武士からは非常に歓迎をされまして、以降
武士階級を中心とする宗派となります。臨済宗では禅を組みながら師から与えられた公案と呼ばれるものを説くのが特徴です。公案とは謎解きのようなもので、明確な答えがないような、いわゆる現世における固定観念をぶち壊すような問いかけに真理を追求しながら答えるというものです。漫画の一休さんを思い浮かべていただくと、おおよそのイメージがつくかなと思います。本山は宗派内でたくさん分派していますので、それぞれに存在していますけれども、永斎が開山したのが京都の建仁寺となります。次に道元は永斎から約60年後に誕生していますので、世代はかなり違います。15歳で天台教学を収めた後は、すでに開かれていた建仁寺で臨済宗を修学します。永斎から見ると孫弟子にあたります。その後宋に渡って日本へ曹洞宗を持ち帰ります。曹洞宗の特徴としましては、禅の方法が臨済宗が公案による観那禅と呼ばれるものであったのに対しまして、ただひたすら座禅をする黙生禅であったということです。この黙生とは、黙って瞑想することによって知恵の光で心を照らすという意味だそうです。とにかく黙々と座禅をしなさいというのが基本の教えとなっています。曹洞宗も例外ではなく迫害を受けますので、京都を離れて金沢の寄進された土地に永平寺が建立されます。次に日蓮ですけれども、日蓮も元は天台宗の僧侶です。非常に急進主義的人物であったと歴史には残りますけれども、何よりも彼は多宗派を全否定するんですね。まず日蓮宗は法華経を根本聖典とします。これは天台宗の聖典も法華経ですので、天台宗の教えを踏襲していると言えます。ただね、天台宗というのは総合宗教的な色合いが強かったので、密教や浄土教も取り入れた内容になっていましたよね。特に鎌倉時代になりますと、最澄の基本的な教えからも変容しまして、浄土教や密教へ傾いていたんですね。日蓮は法華経こそが唯一絶対の聖典だと考えていましたので、天台宗をも批判することになります。日蓮宗の特徴としましては、お題目と呼ばれるものを重視します。この題目が南無妙法蓮華経です。この南無は南無阿弥陀仏の南無と同じですので、信じておすがりしますという意味です。妙法蓮華経は法華経の正式名称になります。法華経は略称だったんですね。日蓮という人物を語るには一言二言ではなかなか難しいんですけれども、ここでは代表的な事柄を二つお話しさせていただきます。まず一つ目が、日蓮は立正安国論という提案書を幕府に提出しています。この題名は正法である法華経を中心とすれば国家国民は安泰であるという意味です。これだけ聞けば普通にそうなんだと思ってしまいますけれども、実は法華経を信じずに多宗派を放置すれば国は滅びますよという内容になってるんですね。さらに日蓮はかなり過激な言葉を残しています。四化格言と言われる4つの格言です。念仏無限、全天魔、真言亡国、律国賊。念仏無限の無限とは無限地獄のことです。仏教における八大地獄と呼ばれる地獄の階層の中で一番恐ろしい地獄のことです。ですので念仏なんかを唱えると地獄に落ちるぞということですよね。また全天魔の天魔も仏教用語で、仏教の修行を妨げる悪魔のことです。
禅宗は悪魔だと言ってるんですね。真言宗は国を滅ぼして、立宗は国賊、すなわち国を乱して害を与えると、まあ、こういった内容です。少し引いてしまうようなきつい言葉ですよね。中世は政教分離はなされていませんので、日蓮のこれらの行動は政治批判とも言えるんですね。これらが原因で日蓮は死刑をも告げられるんですけれども、それはなんとか奇跡的に逃れることになりまして、佐渡島へ流されます。佐渡から戻った日蓮は、場所は京都でも鎌倉でもなく山梨の地に久遠寺を建立します。日本仏教13宗の13宗目は大幕宗です。江戸時代初期に明の隠元によって開かれた宗派となります。平安時代から鎌倉新仏教に至っては、すべて日本僧が開祖でしたよね。この隠元は明から日本へ招かれた中国の高僧です。この点は立宗の鑑真と共通しています。隠元は中国では大幕山満腹寺の住職であったことから、三号をそのまま採用して大幕宗となっています。新宗派とはなっていますけれども、隠元が中国臨済宗の僧侶であったことから、その教義は臨済宗とほとんど変わりません。大きな違いは禅宗に浄土教を取り入れた念仏禅であるという点です。念仏を唱えながら座禅をするということですね。臨済宗の流れを組むということで、明治時代には臨済宗大幕派として合併させられていた経緯もありますので、現在でも臨済宗との関係性は深く、臨済宗大幕宗連合各派合議所というものが共同で運営されています。本山は江戸幕府から京都の宇治に土地を与えられまして、建立した満腹寺となっています。前編後編に分けまして、日本仏教の13宗派を解説させていただきました。奈良とびっきり観光ガイドでは、仏教や仏像、歴史を解説させていただくとともに、地元民ならではの観光案内を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。